え、待って、これ鳥がある。え、体の震えが止まらない。お疲れ様です。お疲れ様です。まあお仕事のお時間が、まあもう慣れっこだよ俺も。そうですよね、うん、ただやっぱりこうありがたいことにですね、はい、DM は全然消化しきれてないんで。え、じゃあ結構まだある？まあ全然ありますよ、全然あります。まあありがたいことなんで。まあそうですね、はい、あのどしどし応募待ってます。で、今日なんですけれども、はい、ちょっとすごいものを見つけまして。すごいもの、すごい DM を見つけましてですね、はい、でちょっとそこの場所を特定したので、はい、今回ちょっとそれをチョイスさせていただいたんですけれども。あ、ちゃんくんが、はい、すごいね。で今回まあちょっとあの内容が結構僕的にはちょっとトラウマな内容なんですよ、うん、今回こう白っ子さんにちょっと読んでもらいたいなと思って。 DM を？ DM をタプって言ったら何なんだって。今お腹の音です。お腹の音、はい、なんか破裂音、突然立ってるだけなのに突然破裂音みたいなのしたけど大丈夫？今顔を潰そうとしてあのお腹がタプってなりました。あ、そう、はい、タプタプしてる。結局じゃあもう全部俺やるんだ。そうです、そうです、そうですよね。読ませていただきます。はい、はい、はじめまして。いつも楽しく貧乏中年 TV を見ています。ありがとうございます。今回は白っ子さんに行って調査してほしいところがあり連絡しました。でも最初から名指しやん、はい、もう頭からだね。よかったですね。え、じゃあここに何君って書いてあったら。ナイスナイスナイス。これは私自身が実際に体験をし、私の他にも同じような体験をしたとの話を聞いたことがある実体験です。福岡県にある大きな山彦山のふもとに大藪集落という今はもう廃村となっている村があります。こちらに当時10代だった私が肝試しに行った時の話。もう10年近く前になるのですが、友達と数人で向かい夜の廃墟を巡っていたところ、突然山の中から声がして山の方を見ると、数人の軍人のような人がこちらを見て何かを言っていました。明らかに人だと思えなかった私たちは怖くなり急いで逃げました。しかし帰り道その山道で事故に遭い、幸い大きな怪我などはなかったのですが、車は廃車となりました。数年前友達と怖い話で盛り上がっていた時、当時知り合ったばかりの友人が同じような話をしていたので再び怖くなっていたのを覚えています。え、ってことはこの友人も事故にあったってこと？その軍人と。多分でも細かく書いてないけど、でも同じような話ってそういうことだよね。そうですよ、なんか写真も送られてきてて。写真？はい、事故の。そうっす。これ見ていいの？見ていいですけど、ちょっとモザイク、もしこう視聴者さんに見せるとしたらモザイクかけた方がいいかなっていう。ああ、そういう感じ。はい、が結構大した怪我、大きな怪我とかはなかったって、もう本当に幸いだね。本当に奇跡だなって思うぐらいのね、ぐちゃぐちゃ感、ね、でチャン君も確かそうだもんね、心霊スポットの後そうなんです、事故ってるもんね、はい、あ、だからこれを読みたくなかった。そう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 。でなんか最後の一文なんだけどさ、はい、山の中に出る軍人、こちらをカメラに収めてきてくれってめちゃめちゃタメ語で書いてあるんだけどさ、なんでこの人突然タメ語なの？収めてきてくれ、お前もタメ語やん。はい、今付近に到着しました。なんかこの辺なんですけど、まあ、一応大藪集落と言われてて、あっちの方、いや映ってるかな、これ山のもう上の方なんですけど、下の方にはもうほんと1軒か2軒、この山のこの通り道1軒か2軒だけまだ明かりのついてる家があるみたいですね。ここの場所では軍人さんの霊が、まあ、多く目撃されるということなんですけれども、その幽霊を見た時の共通点としては、現れるなら複数体で、そして見てしまった場合は、なんか足音した今。いやでもなんか水の音とかも入り混じってるから、なんかそういう音と勘違いしてしまってもおかしくはなさそうだね。川沿いになんかこの集落があるらしくて、この集落付近を今回幽霊を求めて散策することになると思うんですよ。なのであまりにも水の音だったり、まあ、それこそ風の音みたいなのがあった場合には、マイクをちょっと切り替えながら進めていくことになると思います。
やっぱなんか右側ぐらいかな、ポツポツなんか歩く音みたいなのが、こっち側でなんか水の音鳴ってるんですよ。なんでそれがこっち側の岩に反射してそういう風に聞こえるのか。標識とかも今なんか使われてないっていうのが一目でわかるぐらいの汚さしてるっていうか、なんか出てきたぞ。早くない？うわー、ちょっとすごい見た目してるんだけど、まあ一応その今回行く廃集落はなんか道沿いであったり山の中自体にその点在してると言われてて、報告では結局この道路沿いからその家周辺で多く目撃されるということで、ポイントっていうポイントは定まってないんですよ。どの家に出るみたいなのの情報をいただけてないので、この辺を怪しいところを探していくことになるんじゃないかなって思ってます。とりあえず行こう。これは口方がすごい。いやマジでさ、この辺音がないよね。いやもうね、いやこれもう使われてないですね。道が、何の音だ、いやもうなんか割り切るしかねえんだよな。もう本当に複数体出ると言われてるんで、一人っぽい足音であれば大丈夫だって思うしかない。戦後戦前を支えた地域みたいなので、これなんだ、蔵か。でかいザルでいいのか、あれなんか農具ですよね。すごいなこれ。これはとかじゃないぞ今なんか。
女性の声で、はーみたいな。何の音だ。新聞あるな。なんだ。なんかオリンピックだな。いやでもそうやって見るとこのカラーの感じとかを見ると、ここに人がいなくなって。めちゃくちゃに大きな年月っていうのは経ってなさそうですね。いやこれ絶対に家じゃないな。なんか雨降ってきたんだけど、牛かなんか飼ってるのか、牛かなんか飼ってるのか。えっ、怖くなってきたぞ。前回は前回だっただけに、今回ちょっと少し気持ちが余裕になってたのが嘘みたいだな。これ何？あ、でも年代が書いてあるものがある。ミニバイクレース、平成6年5月1日ってことは27年前か。まあでも確かにそこら辺の年代、このブラウン管とかもそうですもんね。27年、そんな感じはするかもしれない。でも今見た感じ居住区ではなさそうだし、なんかそれ軍人の霊が出るって言われてるところって、基本的にはその軍事要素を含む何の音、軍事要素を含むものが基本的にあるじゃないですか。例えばそこで凄惨な事件が起きたとか、そこはもともと訓練場だったとか、そういうのがあれば戦争中の訓練で亡くなった兵隊さんたちは多いと伺ってますので、そういった意味で何もいないよね。そういった意味で何の話だっけ。は？え？やばい、めちゃめちゃ怖いわ。いや絶対中からだよね。入るとこなんてねえぞ。中はどうなってる。あ、見える見えるけど、いや何にもない。
こんだけ古いと。いやでもこれ完全にさ、家ではないな。いや家なんだろうけど、こっち側とかさ、もう締め切られてるとこ、さっき家具とかも落ちてたし、家の部分もあるんでしょうけど、家畜とかそこら辺の音、あの家やばいって。あと夜中聞こえる銃声って、こんなところでバーンと聞こえてきたの、俺死ぬぞ。完全に家畜関係だなこれは。でこれが多分もともといた人のバイク関係のタイヤ、あと車のタイヤもあるね。こういうのはもう多分関係がないと思うから、これ子供がいた跡もあるし、シンプルに引っ越したって感じだろうね。次行ってみますか。何これ、なんか岩の建物出てきた、まあ、さっきの家の道からずっとここ上がってきて、まあ当然川沿いなんで川の音はずっとするんですけど、なんだこれ、駐車場、家、建物、いやこれただの壁とかじゃないもんね。なんだこれ、なんだ川が近いと本当に音の原因が、なんかトンネルある、何マジでこれ。なんか土嚢袋が詰められて、多分この土嚢袋は見たら分かるけど水がね漏れ出してきてるんで、多分土砂崩れみたいなのを防いでるんだと思うんですよ。であのトンネルはマジで何なの、本当はこっちに道があって土砂崩れで潰れちゃったから、いやだとしたらこの建物おかしいな。え、なんでここは入れないんで、結構先長いんですよ。ちょっと入れるとこ探してみましょうか。なんか隙間から入れそう。すごい。うわ。山やん。トンネルだとは思う。にしてもそんなになんか形として古いものとか、いや古いか、なんだこれマジで、これは何、埋まってんのか。この辺は不法投棄だとして、これなんだ、うわ、ちょうど見たいとこが汚れてる、取れないね。高塚なんとかって書いてある。でもこれってさ、備え系のなんかじゃないっけ。え、なんか音しなかった今。音っていうか声だよね今のは。なんかうみたいな。
さっきの家のところで聞こえたのはなんか女性っぽかったけど、こっちは男っぽかったぞ。ってなったら見に行かなきゃいけないんだよね。結構険しいな。真ん中はなんか穴が開いてて、普通に上に穴が開いてるだけか。どういう状況かも分かんないし、人が歩いた跡はないから。うわ、待って、これ進めるか。あ、無理だ、これは進めないですね。これ沈んでっちゃう。あ、やばいやばいやばい、深い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 。なんだこれ。ちょっと外側から回りますか。とりあえず声っぽいのが聞こえたところに行ってみたいと思います。ん？なんか音鳴った今。やっぱ、え？なんだ？いやでも落ちてくる木の実とかないよ。いやもう誰かいますかって聞くのもなんか。いや絶対する。ええ、ちょっと待って。は？誰かいますか？やばい。マジで怖い、ここ。何なの、そしてこれ。あれは絶対コウモリ。あれは絶対にコウモリ。なんだあれ、でっかいカエルに見えた。だってもう人が入った形跡がないんだもん。この切ったのか折れたのか分かんない切り株もかなり年月が経ってて、これはトンネルの向こう側。え、あれは川。こっちだもんね、トンネルは。で、これは何？なんでここに橋があるの？もしかしてここも全部水が流れてて、昔は、いやでも、ちょっと怖いな。さっきのあの、沈み具合が半端じゃなかったから。あ、で、さっきのあの、土のうのところが、して飛んでると。いやでも意味わからん作りだよな。ここでせき止めてんのに。だから川はこっちに流れて、その下を流れて、向こう側に流れてるんだよね。マジでこのトンネルは何なんだ。他のトンネルを見てみたら、って何あれ、めっちゃでっかい建造物ある。なんか、いや崩れてるな。いや危なくて近づけないけど、これでかい石が向こう側から突き破ろうとして壊れたみたいに見えるね。エヴァンゲリオンでも発信したのかっていう感じの壊れ方だけど。いやでもそんなことよりもちょっとこのトンネルの謎を解明しないことにはここが終われね。
んか言って今。そうですか。コウモリさんですよね。今の声は多分コウモリの鳴き方って今ので合ってる。想像の3倍おった。何これ、本当に本当に分かんない。コウモリだ。ここもなんか崩れてきてるけど、崩れた跡はないんだな。これもっと上があったってことかな。いや違うな、これだな。これが崩れてドカーンってなってる。さっきの足音見たのは絶対にこのコウモリの音ではない。ただ、なんだろう、不思議とさ、森の中に一人だからかもしれないんだけど、生き物がいるとちょっとホッとする。本当に何なんだこれは。声でしょう、間違いなく。やばい、近い。ちょっと僕この辺出たいんで先に進ませてください。絶対に後ろ向かない。これなんかついてきてんじゃない、マジで。道路歩いてるときはそうでもなかったけど、さっきの音とか思い出すたびになんかちょっと怖くなってきちゃう。いやもう本当に突然道が、車って言ってももう軽が1台通るかどうかっていうような感じの山道になってきた。多分もう最深部は近いのかな。こういうのもさ、昔畑だったのか、この石垣を見る感じここにも家があったのか、もうなんか序盤に見た家屋、そういうのに比べると圧倒的に年代が違うのが分かる。え、何これ、またすごいでかい木がある。何これ、世界人類が平和でありますように。読めるかな、人類が平和。いや待って、これ鳥がある。もう絶対に誰も入ってないっていうのが見ただけでわかる。
なんか放つオーラがすごい。全然に朽ちてる。なんか書いてあるのかな。なんか掘ってある跡は見受けられるんですけど、その上から苔がかぶさってて全く読めないです。これも同様か。これ手を洗うとこだもんね。やばい、なんか体のなんかうーって聞こえんかった。今体の震えが止まらない。なんだこれ。すごい、鳥居が真ん中から割れてる。なんか読めそう。抗体まで読める。だけどその先が読めない。まずい、初めてかもしれない、こんなに体が震えるわ。何の音？なんかいるのか近くに。これは何？中根比。なんだあれ、なんか書いてある。待って、読めるかな。陸軍大将なんとか兵って書いてある。陸軍の大将のお墓なのか。確かに。でも陸軍って書いてあるのに、なんか怒りのマークとこっち側なんか勲章みたいなマークがあって、なんか水が垂れてる。どうやって？聞こえた。カメラ入ってっかな今の。いや、なんか影動いてない中で。うわ、なんだあれ。え、動いてる動いてる。え、右に動いてってる。はい、あれ、草の影が今の。これ言ったら終わる。これ言ったら終わる。
失礼します。過去で一番怖いかもしれない。なんだあの写真。中も崩れてて。うん。ちょっと待って待って。もう無理だわ。もうすぐ帰りますんで。あれはさっき撮ったの、なんかもうよくわからない写真が。ちょっと待って、大正15年かなり古いぞ。皇太神宮、もしかしたら文太にまつわる幽霊っていうのはここが忘れられてることに何かが関係があるのかもしれません。ちょっとごめんなさい、今日は引き返します。すいません。お疲れ様でした。ちょっとね、僕今回本当に不甲斐ない形になってしまって申し訳ないんですけど、今山から降りてきて、ちょっと人気のあるところまで降りてまいりました。今回今回実物として幽霊が見えたわけではないんですけれども、もう段階を追ってひどくなっていく感じっていうのがすごい僕自身怖く感じてしまって、最終的にはですね、震えが止まらなくなってしまって、今回ちょっと逃げさせていただきました。で、今現在はこの離れたせいなのか、すごいちょっと安定もしておりまして、まあ今のところ何の問題もない感じですが、ちょっと道中は気をつけて帰りたいなというふうに思っております。今回のポイントになるんですけれども、今回は4白っ子でお願いします。今回のこの恐怖レベルはね、皆さんに伝わってるかどうかっていうのは最終的に映像を見てみて判断するしかないというところなんですけれども、心霊スポットに行って震えが止まらなくなるだったりとか、そういったその負の感情にどんどん陥ってしまうっていうのは今回が初めてでしたので、すごくちょっと驚いた部分でもあります。ただどうしてもね、またちょっとリベンジしたいなという気持ちもありますので、こんだけ怖い思いをしたならもう少し撮影をしていけば、あそこの場所では何かしら撮影ができるのかもしれないなと思いますので、次回もぜひ見ていただければなと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。